広島駅、上谷町方面ホーム元宇品名口停留場は、広島市南区宇品名海岸2丁目にある、広島電鉄宇品名線の路面電車停留場である。駅番号は U17。1915年に宇品名線が、三行橋の東詰めから宇品名までの区間を開通させた際、線内の一停留場としてまず高宇品名口停留場が設けられた。当時の軌道は、 三行橋の東詰めから宇品地区の西堤防沿いに南下し、この停留場を過ぎた先で東に折れて海岸通りを、通信する経路をとっており、終点の宇品停留場は宇品桟橋の前、現在の海岸通停留場付近に存在していた。軌道は全線が単線であり、高宇品口停留場には列車交換のため設備が設けられていたとされる。 高宇品口停留場は1929年頃に移設の上二丁目裏停留場と改称されたが、西堤防沿いを通っていた軌道が1935年に東の宇品通りを経由する新線に切り替えられると、これを受けて廃止された。そして同日、新線上に代わって開設されたのが、東停留場である。当時の停留場名は高宇品停留場であった。新線は、 宇品通りを南下し、今度は、三橋前から海岸通りを精神して、東帝流城に至る経路を取ったため、かつての宇品停流場に代わって、東帝流城が路線の終点となった。1945年8月6日には、原爆投下により宇品線をはじめ広島電鉄の市内電車は全線不通となるが、宇品線の東帝流城から電鉄前までの区間は、 同月18日に運行を再開させている。その後数年は、宇品線の終点であり続けたが、戦前から計画されていた西堤防の西側の埋め立てが1951年に完了すると、その埋め立て地にできた広島県営桟橋に向けて路線が延伸され、新たに宇品終点が開業した。当停留場は宇品な線内の一停留場となり、 その後停留場名は高宇治名口停留場へと改められた。元宇治名口停留場と称するようになったのは2001年のことである。宇治名線はほぼすべての区間で道路上に軌道が敷かれた平用軌道であるが、宇治名地区では軌道時期が道路から独立した専用軌道の区間があり、東停留場は平用軌道と専用軌道との境界に位置する。ホームは 閉常式で2面があり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。ただし互いのホームは、交差点を挟んでハス向に位置しており、交差点の東に、広島港方面へ向かう、下りホームが、西に、広島駅、上谷町方面へ向かう、上りホームがある。ホームは、上屋とベンチが備え付けられ、ホーム庁は3両5両連接者に対応している。 東低流上には、広島電鉄で運行されている系統のうち、1号線、3号線、5号線、それに0号線が乗り入れる。付近は北側が住宅街、南側は元宇品への入り口となっている。島とは、暁橋でつながっていて、島内には元宇品公園が広がる。一方、軌道のすぐ北側には、国道の広島南道路、 高速道路の広島高速3号線が並走している。西堤防沿いに敷かれていた宇品線の急線跡は2車線の道路となっていて、東底流上から北に伸びている。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABC 川島系像、山陽、山陰ライン全線、全駅、全配線第7巻広島エリア、高段車、図節。 日本の鉄道、2012年、15.81ページ。ISBN978 から4から06から29万5157から9。ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、18.38ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。 abcdefghijkl 広電が走る待ち根弱150から157ページ abcdefg 広電が走る待ち根弱82から85.91から95ページ ab 川島慶造全国鉄道事情大研究中国編に創始者2009年103.109ページ ISBN 978から4から794217110ありがとうございます。